反応速度、反応速度、反応速度とは、化学反応の反応物あるいは生成物に関する各成分量の時間変化率を表す物理量。通常、反応速度を表現する式は、濃度のべき関数として表現される。倍数比例の法則が示すように、化学反応に関与する各成分の変化量は、その間に、 一定の比が成り立つ従属変数であるので、特定の成分量ではなく次のような反応進行度間は、反応進度、反応、右進度、臭いを定義し、その時間微分で、化学反応全体の進行速度を表す。次の一般化反応式を考える。各成分の時刻とにおける物質量を N で表すと、反応進行度臭いは次の、 各成分の物質量の時間変化の式で示すことができる。したがって、反応速度 V またはレートの頭文字をとって R は反応進行度あるいは各成分の物質量の時間変化で次のように定義される。イコールクドッツ物質量を N と溶石ボルト及びモル濃度 C との関係はで表される。したがって化学反応が 時間変化しない、一定の溶石内で進行する場合には、前述の反応速度、V は、物質のモル濃度変化、V で表すことができる。一般に、この V のことを、V と書くことが多い。ところで一般に反応系が平行から大きく、外れている場合反応速度は、濃度のべき関数として禁似可能なので、反応速度を反応物濃度を使って、次の式で表現する。 一般に反応速度を表すべき関数の、べき乗係数の層は、n を、前反応時数、前反応時数、オーバーオールリアクションオーダーと呼び反応速度式を、分類する目的で利用される。また、係数キロは、n 次の速度定数、速度定数、レートコンスタントと呼ぶ。なお、べき乗係数、p、q、と、価格量数、ニュー、nu。 その間には直接の関係はない。一般に反応が進行中の時、計測された任意の時間トンにおける反応速度は濃度の累乗に比例した値に近似できる。ゆえに反応速度は反応物濃度を使って次の式で表すことができる。右辺のような式を反応速度式0とーという。またある科学種。 反応に関わるそれぞれの化学物質についたべき数を、その化学種に対する反応の次数、オーダーと呼ぶ。例えば、V、イコールキロ、A、B で表される、速度式を持つ反応では A について1次、B について2次である。次数は整数であるとは限らず、多くの基礎反応では0.5など整数ではない、次数をとる。反応速度を表すべき関数のべき乗係数の、 総は、N を、全反応次数、全反応次数、オーバーオールリアクションオーダーと呼び反応速度式を分類する目的で利用される。また、係数キロは、N 次の速度定数、速度定数、レートコンスタントと呼ぶ。速度定数は反応物及び生成物の濃度には依存せず、K の温度のみに依存する定数である。なお、反応係数、P、Q、 化学量数、ニューニュー、との間には直接の関係はない。反応時数は経験的にわかる濃度依存性を表している。速度式は微分方程式である。速度式を積分することで時間に対する濃度の関数を得ることができる。反応が反応系の成分濃度や分圧に無関係に進行する場合は、 反応速度式の全反応時数は0となり0時。反応、0時はノー、NO, ゼロ、オーダー、リアクションと呼ばれる。例えば、触媒反応において、触媒表面に大量の反応物が吸着して、飽和状態になっており、触媒への吸着過程が、立足段階になっていないと、特別の環境下での反応においては、糖媒成分濃度どの反応時数例として、禁じされ、 の式で表すことができる。キロがレジ反応の速度定数である。この式からレジ反応の速度は反応物の濃度に依存しないことがわかる。またこの式を例からトンの範囲で積分すると、となり、濃度 A は時間トンに依存することがわかる。AB において A の発濃度が A の時、時間トンの後、X モルデシメートルが反応したとする。すると、 AX は時間トンにおける A の濃度 A に等しくなる。B の生成速度 DX、D トンは A に比例するから反応速度定数をキロとするとまたはという式で表すことができる。この微分方程式をのように変形し両平をそれぞれ A から A、0からトンで積分するとと書くことができる。1、A の積分は LnA であることから次の積分計速度式が得られる。生成物 B の濃度に対しては、という式が得られる。一時反応では反応物は、初期濃度から、指数関数的に減少する。その速度は、速度定数キロのみで決定される。場合によっては、速度定数の代わりに半減期で速度を表す場合も、ある。半減期と一時の速度定数と間には次の関係がある。 化学反応が二次反応であるとき、二つの型が考えられる。反応物が一種類である場合と異なる二つの物質が反応に関与する場合である。二次反応で反応物が一種類のときの反応は、一般的に次のようなものである。反応物 A の発濃度を A とし、とん時間反応したとすると、反応速度式は、と表すことができる。変数。 A、トンを分離してこの式を積分すると、と書くことができる。計算は以下のボックス中に示す。より、1、A をトンに対してプロットすると、傾きキロ、切片1、A の直線が得られる。反応物が2種類の二次反応は、次のような式になる。この時 A が1時、B が1時で、合計2次の反応になる。反応速度定数をキロとして、 時間トンにおける A の濃度 A または B の濃度 B の反応速度式を立てるととなる。A の発濃度を A、B の発濃度を B とし、時間トンの後 X モルデシメートルが反応したとする。すると生成物 C の生成速度 DX、D トンは A 及び B に比例する。また A イコール AX、B イコール bx であるからとなり、生成物 c の生成速度式はとなる。この式に部分積分法を用いて積分すると、最終的には以下のような式が得られる。計算方法は以下のボックスに示す。二次反応では、半減期は各時間の濃度に半比例して長くなる。初期濃度 a の半分の濃度になる時間とン、すなわち、 反応が50%まで進行する、所要時間は次の初期濃度 A の関数で表される。成分 A と B との初期濃度が著しく相違し、フォーミュラ5の場合、二次速度式の微分方程式は、さらに成分 A の一次速度式に近似することができる。この場合の成分 A の一次速度式の速度定数は、2次速度定数、一次速度定数、須度,度。 ファーストオーダーレートコンスタントと呼ばれる。前説で示した反応速度式はすべて生成物から反応物に戻る反応を無視している。しかし多くの反応はある程度可逆的であり逆反応も考慮しなくてはならない。特に反応が平行に近づいたときは K の中に反応物が大量に存在しているので逆反応が無視できなくなる。A から B が生成する反応で 正反応と逆反応の両方が一時のとき、次のような反応様式となる。正反応によって、A の濃度 A が、キロ、A の速度で減少し、逆反応によって、キロ、B の速度で増加する。したがって、A の正味の変化速度は、である。とんで反応が、平行状態になると、A の正味の濃度変化はなくなるので、フォーミュラ6で、ありとなる。 A は平行状態での A の濃度、B は平行状態での B の濃度である。この式からを導くことができ、この計を平行定数と呼ぶ。この式は熱力学的な量である、平行定数と反応速度に関わる量である、速度定数の関係を表す重要な式である。平行定数と片方の速度定数が明らかであれば、 計算によりもう片方の速度定数を求めることができる。反応速度の全反応次数は反応の原系の成分数と合致することが反応速度式の解釈から期待されるが実際の反応では成分数よりも少ない反応次数の速度となることが多い。その原因の多くは目的の反応が反応式で書き表されている。反応物から生成物が直接生成する。 単純反応、単純反応、シンプルリアクションではなく、反応式には現れない、反応中間体、反応中間体、リアクションインターミディエート、インターミディエートプロダクトを介した複数の反応過程を経由する複合反応、複合は脳、コンプレックスリアクションであることによる。反応中間体は単に中間体と呼ばれることもある。反応を考えるとき、 物質変化する一つの過程を素反応、エレメンタリーリアクションと呼ぶ。この場合で物質変化が物理変化の場合は、反応素過程、エレメンタリープロセスオブリアクションと呼ばれ、反応中間体に相当する物理状態が繊維状態である。反応素過程も含んで素反応と言い表す場合もある。この反応で反応物の物質の数を分子度という。 例えば、以下の反応の分子度は2である。HCL2HCL。言い換えると、単純反応の場合は単一の素反応で構成されるが、複合反応は、複数の素反応と反応中間体を含んで、反応が構成されることになる。素反応を介して反応物から、反応中間体を経て生成物に至るので、複合反応は連続反応。連続は、NO。 サクセシブリアクション、関石アティブリアクション、蓄字反応、蓄字は、脳、間接アティブリアクション、連鎖反応、連、鎖反応、チェーンリアクションとも呼ばれる。ある反応中間体、あるいは反応物から2つの素反応が分岐する、場合の連続反応は平行反応、パラレル、リアクションと呼ばれる。平行反応は、ラジカル反応等ではしばしば見られる、素反応構成である。 複合反応を構成する素反応のそれぞれの反応速度が同一であることは少なく、道路の自然渋滞の先頭車両を乱すことができないことと同様で反応進行度の変化点である。反応中間体は反応系に存在するものの観測しにくいことが多い。それゆえ反応中間体の存在は直接観測されるのではなかった。反応中間体は各種の分光法による 直接観測や立体障害などで後続の反応を妨害することによる安定化、反応中間体と選択的に反応する主役によるトラップなどの方法を使い、反応速度や反応機構からその存在が推定される場合が多かった。しかし近年は分析技術の向上により反応中間体を直接観測できるようになりつつあり、または計算機実験による 反応経路の評価などによって存在が推定されている。蓄次反応も単純反応と同様に時間と濃度の微分方程式を立てることで、任意の時間の反応速度や成分濃度を求めることができる。蓄次反応は次のように、素反応過程の生成物が次の過程の反応物とな。各反応が一時反応であるなら、A の減少速度は、である。 b は a からキロ、a の速度で生成される一方キロ、b の速度で c に変換されるため、正味の生成速度はであり、c の生成速度はである。はじめ a のみが存在していたとし、その時の濃度を a とすると、一次反応の積分計速度式より、と表すことができる。o に代入して整理すると、となり、この微分方程式を解くと、となる。 フォーミュラ8であるのでである。反応が2ステップを超えると、たちまち反応速度式は複雑になってしまう。しかし、定常状態の近似という手法を用いることで、数学的な処理を簡単にすことができる。これは、反応初期の誘導期間の後、主要な反応が起こっている間中間体の濃度はほぼ一定であると仮定する手法である。つまり遠くことができる。 縮辞反応において最も遅い素反応、過程を、立足段階、立足段階、レート、ディターミニングステップと呼ぶ。あるいは、立足過程とも言う。それは最も遅い素反応、過程が、複合反応の反応速度に対して強い影響を及ぼし、その反応の振る舞いを決定づけるためである。前述の定義のように、反応速度を決定するには、 物質変化を定量分析することで測定する。反応速度がかなり遅い場合は反応計をサンプリングして容量分析することも可能であるが、大抵の場合は測定時間が短い分光法分析による定量分析が必要になる。反応速度が速い場合は反応装置や反応計にも工夫が施される。近年では高速のレーザーパルスを利用することで、 フェムト病やアド病の物質状態を分光測定することも可能になり極めて高速の反応過程も観測できる。高速流通法、高速流通法、ラピット、フローメソッドでは反応器とそこから引き出された管路の先に固定された分光定量装置を用意する。反応器にシリンジで反応成分を注入混合されてスタートした反応液は 引き続き感度から流出させる。そのことにより測定器の前を連続的に反応液が通過するので成分の強弱変化が測定できる。連続フロー法とも呼ばれる。高速流通法では大量の反応液が必要なため、反応液の通過を止めて測定する場合は、ストップとフロー法と呼ばれ、主樹のプローブを使ういくつかの方法が開発されている。 特に円変光二色性を利用する場合には、タンパク質の二次構造の変化を、X 線溶液散乱法と結合された時には、タンパク質のコンパクトネスを観測するのに有効である。また、平行状態にある反応に対して反応系の温度や圧力等を変化させ、新たな条件での平行点へと、化学反応が進行する過程を解析する、反応速度の測定方法を緩和法。 緩和法、リラクゼーションメソッドと呼ぶ。温度変化を利用する場合は、温度ジャンプ法、温度法、テンパチャージャンプ、圧力変化を利用する場合は、圧力ジャンプ法、圧力法、プレッシャージャンプメソッドと呼ばれる。レーザーを使って温度を上げる装置を用いる場合は、レーザーを温度ジャンプ法という。これは非常に短時間、 およそ17秒程度で温度を上げることができるので、早い反応の解析に用いられる。特に最近では、タンパク質のフォールディングの初期反応の解析に用いられて大きな成果を上げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。